こんばんは、YouTuber、ひろきでーす。今回は、これだ！ダーツ！この黄金に目に入るけ！Dear Dads, please. Dads. 今回はね、一人でダーツ対決をやろう。イエーイ。Dads. はい。今回はね、僕一人で、ダーツをね、やりたいと思いまーちゅー。ヒカキン、セイキン、あー。ヒカキン、セイキン、あー。ヒカキン、セイキン、あー、ヒカキン、セイキン、あー。はい、ダーツね、ゲームの一種としてダーツね、今までやったことあります。じゃあね、ルールはね、まあこの通りです。まあまずね、ダーツをやります。で、まあ一人でダーツをやるんですけど、一人ね、3回ぐらいやりたいと思います。3回ぐらい。で、まあ、点をね、よく取った方が勝ちとなります。まあ、一人でやるんでね。ダーツ！じゃあやってみて！ポン！じゃあやっていくぜ！あった。はい、こんな感じ。3つね、3つダーツのピンですね。青、赤、黄ですね。で、ここに点数書いてあります。点数がバーって書いてあります。真ん中を狙って意識しましょう。それではね、準備が、できました。こんな感じでーす。はい、5回ぐらい。まず、1回戦。外れた。はっこいい。なんで？おーい。2回外したけど、これ見えるかな？赤何点かわからへんやねんか。次、2回戦。いざ、マブキン狙っていくぜ。外れた。やばい。うわっ、ちょっと待って。全部外れとるやんけ。全部外れとるやんけ。リベンジ、2回戦リベンジ、いきます。チュイーン、プイチュイーン、プイチュイーン。はい、こんな感じ。真ん中行ったんじゃない？おい、18点かな、これ。この初回で18点か。真ん中狙いたいな。いや、真ん中狙いたいっすね。真ん中狙いたいよ。じゃあ3回戦、ラストファイナル。ふえ！行くぜ。は！慎重に狙っていけよ。
行くは外れたよ。やべ。チュイーン。ウィーチュイーン。今ズルしたでしょ。いや、ズルしてないよ。近かったっけね、距離。いや、ズルというわけで。ズル関係ねえ。チュイーン。距離がだいぶあるね。距離があるでー。チュイーン。距離があるでー。距離があってね。3回戦。ラストファイナル。あ、2個外れた。あ、でも赤。赤、真ん中行った。真ん中行ったけどね。はい。あー、ダーツ。楽しかった。はい、今回、一人でダーツ勝負をやったんですけど、3回やりました。まあ、1回目、2回目順調で、3回目ね、真ん中ちょっとあたり狙った欲しいですね。あちくしょう、アンドーン。でも結構楽しかったです。結果はね、この通りになっております。まあ僕もね、ダーツはね、やったことあるんですよ。懐かしいですね。真ん中狙いたいですね。完璧です。